はい、えー。今回のこの動画では YouTube アカウントの確認方法について解説します。この確認で何ができるかと言いますと、えー、動画の予約投稿やサムネイルの設定、動画の外部リンクの貼り付けや広告を生じさせて収益を有効化させることが可能です。では早速手順に入っていきたいと思います。 こちらのクリエイターツールをクリックしてください。で、こちらのチャンネルをクリックしていただくと、このアカウント名の下に確認という箇所がありますので、こちらをクリックしてください。国を日本にしていただいて、電話の自動音声か SMS で受け取るのをいずれかにチェックを入れてください。 で、こちらに携帯番号を入力していただいて送信をしてください。しばらくしますと自動音声で確認コードが確認できます。そちらを次の画面で入力してください。今回は以上になります。